公害党調整委員会は、日本の総務省の外局の一つで、公害党調整委員会設置法に基づき、1972年に、土地調整委員会と、中央公害審査委員会が統合する形で、設置された行政委員会である。この委員会は、公害紛争について、圧戦、調停、仲裁及び裁定を行い、その迅速かつ適正な解決を図ること工業。 採石業または砂利採取業と一般公益との調整を図ることを目的としている。総務省の該当の項を参照委員長及び委員は以下の通りである。行政機関職員定員令以下部、法令検索令は3年度、一 一般会計予算財務省 https://www.soumu.go.jp/.kouchoi/.english/.https://www.soumu.go.jp/.kouchoi/.substance/.watt/.history.html/.http h スラッシュスラッシュ www.soumu.go.jp スラッシュメニュー共通、対局、インデックス、html、公害等調整委員会委員名簿令は3年7月1日現在、公害等調整委員会 HP。ありがとうございます。